俺より周りの敵を片付けるのが先だろ。じゃあまともに進めねえ。あとファイロをぶっ飛ばすのこの俺だ。 やるじゃねえか。 あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。 ビッグマムだと。ファイドを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。 逃がさねえぞ麦わら。荷物取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ。お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマム。俺の力は思い知らせてやるな。
の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。バズーカよっ、ひねり潰してやる。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。海賊、カイドウ、お前バカ。こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるなんて図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大金出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。
まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。